いちごショートケーキと魔法少女的な感じの新衣装。かわいい魔法少女いちごショートケーキ。このまま、このまま形にしたらめっちゃかわいい。あれ今さ、同時視聴で、あれスバル先輩だっけ、あの窓バギー見てるのは。窓バギーに出てきそうじゃない、まどかちゃん隣にいそうだもんね。これかわいいね。ねえの、ねえサムネによく使わせてもらってる。すごいねえのことめっちゃ書いてくれるんだよね。ちょっとエッチにねねをいつも書いてくれるの助かる。オレンジベースで、どっちかっていうとウェイトレスっぽい、ウェイトレスアイドルみたいな感じの予想だよね。で、これかわいい。中の水着が、もう、ほぼ先端しか隠してないもんね、これ。先っちょしか隠れてないんだけど。根っこは、この下に書いてある根っこはもう完全にこれ、パンツ見てるもんね、多分。ローアングルから。これかわいい。これ戦隊もののヒロインポジみたいな。プリキュアっぽい。こうほら、また、こだわりの、おっぱい穴が開いている。これかわいい。これ本当にかわいい。これはウエイトレス。もう、バッチリウエイトレスに。移動中はスイスイって。こう、あれね。海外のアメリカンドラマとかに出てくるタイプのウエイトレスさんだよね。ちょっと、こう、キアラちゃんとのシナジーが強くなりそうで、良きですね、これは。ウエイトレス寄りかな？どっちかっていうと。エプロンついてるから。ウエイトレス寄りで、あの、ねねの。で、このお腹のボディーペイントを予想してくれてる人、めっちゃ多くて。膝、あ、そうそう、膝ガードし忘れて、怪我しちゃったんだよね。これ、毎回恒例ね、これは。でね、自体が根っこになっちゃうパターンの、恒例パターンも いっぱいいただきました。これでもいい？もうこうしよっかな。これいいよね。地雷系、みたいな感じ？いやねえ、地雷に憧れてるからさ。こういう格好、黒とピンク似合うようになりたいもん。脱がしやすそう。脱がしやすそう。え、みんなねえのことずっとそんな目で見てるんですか？もう、センシティブだ、みんな。思春期。全員思春期なんだから。これも、ウェイトレスさん予想かな。なんかこの、ちょうど、エプロンの股のところについてるさ、ハートの模様がなんかちょっと、エッチだなと思って。なんかそういう意図じゃないと思うんだけど、なんかめっちゃエッチだなって。股の、くぼみの線。ねえねえ、ここのラインね、大好きなんだよね。なんかわかるでしょ、みんななら。